え、なんでしょこの二人。え、いや。あれ博士。お、あ、いや思い出した。お前記憶はもう思い出してるはずだから何かきっかけがあれば。もうきっかけさえあれば戻るはずなんじゃが。ちょっと待ってまたやるの。え、なんすか。博士ごめんなさい、きっかけってなんすか。なんかここでえ、いや4人は面白い人のはず。いや5人も面白いよね博士。ね博士。博士も先陣を切って。これ多分最初からエンディングでこれ用意されてたけど僕たちオープニングでやっちゃったやつだぞこれ。やっちゃったかこれ。そういうことかそういうことか。いや何ブツブツ用意してない。用意してないですか。用意して。いやなんかオンリーがまだもう一回行きたい感じ出してきたからちょっと行っちゃった。いや記憶がみたいな感じだった。あそう。あと少しだ。あと少しあと少し。ああ。レッドのベッド。は？一人目はこんなもんだ。一人目はこんなもんだ。ありがとうございます。先陣ありがとうございます。いいよ。早く行った方がいいぞ。まあ。早めに行ってこう。ライオンリー。え？ヘッドにロット。よしオラフ君が一言も喋らなくなって。やめろよやめろよ。猫そして猫じゃ固まっている。え、足もあるの。はい、はい、あるよもちろんです。サングラスの人が2回目なんかしてくれたら。どっちだヤイオンリー。ヤイオンリー、ここにいるのが誰かわかるか。あ、博士？ズボジだ。頭が痛い。いやらけえ。ほう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 。バルター星人です。いやらけえ。ほう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 。バルター星人です。博士。今日もめっちゃ授業あれだな。持っていかなあかんな荷物多いな。やべえ、やべえ、ランドセル軽いのないかな。てってんてん、天使の羽。ドズルさん、あとは待ってました。いや一回も行ってない人がいる気がする。いや、待ってドズルさん、俺つないどくわ。はい、行ってくれるんすか。つないどくお願いします。え、何これ。わかったよ。何？周りにひまわり。おいオンリー。まずい。やってはいけないことをした。ボンさん元気出して。ボンさん元気出して。ボンさん元気出して。もう分かったかもしれない。お豆腐を一つくだ三個。ああ思い出した。思い出した。思い出した。あなたはオンリーの記憶が戻ったじゃん。ギャグの撮影後に深く後悔してるドズルさん。見ない。あんまり落ち込むことないけど、こういう系の撮影の時よく落ち込んじゃいます。思い出したよ博士。博士変な汗かきました。もういや、わしも手汗がすごかった。もうどうして。オンリーでも無事記憶が蘇ってよかったの。いやよかったよ。いやよかった。感謝するんじゃぞ。ありがとう3号。ありがとう3号は繋がってないから。ひどい。いやーごめん。ありがとう3号。最近マイクラのサブアカを作ろうとしたんですよ。おお、マイクラのサブアカ。2個あったら便利かなって。ああはいはい。マイクラ今いくらか知ってます？いくら？普通に聞くのよちょっと。なんでスルーするの？なんで凍ったの？なんで凍ったの？マイクラ今いくらでしょ？マイクラ今いくらでしょ？ひでえ。凍ったよ。ボスやばい。オンリーの最近の悩みを皆さん知ってますか？オンリーの最近の悩み。カタコンリー。あ、俺のギャグで。え、俺のギャグで言いました。俺のギャグで村人が凍って終わった。
死んだ。いや、ダメ、減った。あかんやん。滑り殺したんすか。滑り殺したんすか。今日のチート、チート弱くない？あ、チート武器ゲットした。本当に？この歪んだね。だいぶ歪んだね。あれ、なんかキラリン出た。キラリン出た。それダジャレ、それ。なんかびっくり出てきた。え、ダジャレやろかい。おい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 。滑った人は黙っててください。滑った人は黙ってて。ああ、それ何も言え何も言え何も言え。滑った人は黙っててください。やばいな。いや、俺はバカすんの、それ。滑った人は黙っててください。斧が壊れそうだ、斧。あれ？ゆる、ゆる。え、ゆるくない？ゆるくない？え、嘘でしょ、これは。パンが弾けて、パーン。え、あ、やっぱ、ゆるいな。いや、今の結構勢いよってよかった。僕は好きでした、かなり。勢い、勢いね、勢い。かなり好きでしたけど。ボンさん、滑った人黙っててください。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。笑いを取ってから、お願いします。牛を抱きしめて、ぎゅー。よし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 、きたきたきた。明太子パスタ好き。点の数増えたんやけど。点の数多いぞ。点の数が多いな、なんかさっきより。もう僕何も言いません。飛べない豚はただの豚、飛んでる豚は飛んでる豚。自分に笑ってて、笑っても取る。ああ、これもうビッグボス取れなかった。高評価押してくんねえよ、誰も。誰も来い。ダジャレっていうものを人生で初めて知ったのがね、対決ゾロリだったかな。学校の図書館にあったのかな、見たのがきっかけだった気がするんだけど。ゴーレムとか殴ってみて、斧振り回します。 Oh no! あれ Oh no! あれ Oh! おい、何も起きんのかい。斧投げるとか。 Oh no! ダメです、ダメです。今日やっていけなさそうです。一人でやっていけなさそうです。ほら、空振りするとか。 Oh no 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 no。本日の切り抜き放送はここまで。ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。